よし、じゃあ尾形里奈ちゃんパートやっていきましょうか。基本的にはまあ話すだけだからね。うどんといきましょうか。話題は何がいいだろう。おはよう。おはようございます。あ、里奈ちゃん いらっしゃい。せっかくだから何か話がしたいな。人気アイドルやからな。人気アイドルとお話しするにはやっぱり、でもまあ当人が当人なわけだから、本人があれなわけだから芸能の話がいいよね。それあのユキってどう？え？どうって？いや、あの先輩のリナちゃんから見て仕事の方とか先輩だって。リナちゃんはおかしそうに笑う。私ユキとは先輩後輩っていうよりお友達って感覚だけれどね。へえ、そうなんだ。そういうことをユキ、トウヤ君に話さないの？うん、ユキ、俺に気を使ってるのかな。仕事の話って全然しないんだよね。だから時々すごく心配になって、こんな風に人に聞いてみたくなるんだ。ユキのこと心配？え？あー、どうしよう。どうしようかな。リナちゃん狙いなわけだから、なんかね、ユキを心配にするとちょっとあれかもしれんけど、けどなんか今付き合ってる女をないがしにする男が自分の目の前におるって考えたら、女としては、てか女としなくてもバッドチョイスだよな。だから心配だよ、いいかな。うん、心配だな。俺はつい本当のところを言ってしまう。相手はユキの先輩だっていうのに。優しい彼氏なんだ、トウヤ君って。そうかな。優しいのか過保護なのか。ユキって無理してる姿がすごく痛々しく感じられるんだ、俺には。こんな優しい彼氏がいるって普通でもすごく珍しいんじゃないかしらね。そんな。リナちゃんはいつもこんなことを言って俺を困らせる。俺がミサキさんを困らせるのと一緒かな、もしかして。ほんと、いくら歌手やタレントだからってやっぱり毎日会える身近な人には負けちゃうのよ。負ける？恋人としてはね。だけどトウヤ君はそうじゃないのね。素敵よね。素敵だなんて。またも必要以上に照れる俺。芸能界に入ってから恋人と離れちゃったっていう子結構いるみたいだけれど、ユキは大丈夫みたいね。うん、だといいな。こっからスタートやからねこっからリナちゃんルートに行くからね。すごい話だよな。基本的に週末なんだよな、確かリナちゃんと会えるのって。どうやったっけ、まあ、そこら辺ぼやっとしてたけど。どうしようかな。まあこのまま天井来るまで。おはよう。天井来るまで芸能の話しようか。リナちゃんは作曲の方をやってみたいと思わないの？私が作曲？俺の言葉はひどく彼女を驚かせたようだ。作詞はやってるでしょ？だったら作曲の方も作ってみたいと思わないのかなって。私じゃとても無理って分かってるからやろうと思わないわ。どうして？兄さんがいるから。プロデューサー、そして作曲家としてのエイジさん。あんな曲を作るセンス私にはないわ。そうなの？身内褒めは格好悪いけど、兄さんの才能は本物だと思う。じっ実際のところリナちゃんのセンスがどうなのかはわからない。でもトップアイドルとして誰もが認める彼女にそう言わせてしまうくらい、エイジさんはすごいってことなのか。ほんと叶わないわね。リナちゃんは呆れたようにつぶやく。でもその横顔は呆れているというよりとても優しくてどこか誇らしげだ。
彼女にとってエイジさんとはそういう存在なのだろう。ま、ミュージシャンとして尊敬するってことはさておき。不意にリナちゃんは距離を縮めて俺の目を覗き込む。普段があんな感じなのを何とかしてほしいって思ってるのは私だけかしら。トウヤ君もそう思わない？あ、そうだね。リナちゃんの近さにドギマギしながらもなんとなく言いたいことは分かった。すごいよな、なんかこの距離の詰め方。ほら、今まで、なんだろうな、こっから始めた人にはちょっと申し訳ないんだけど、今までね、女の子、年下の女の子だったり、同級生だったり、まあ、幼馴染が幼馴染だったり、先輩だったり、で、彼女のマネージャーみたいな、人たちと接した中で、これだけのコミュニケーション能力を持っとる人間がいなかったわけなんですよ。うん、これだけの。向こうから来るタイプ。こっちから行けば答えてくれるってのが多かったんやけど、どちらかといえばなんか、なんか、袖にされたというか、すごいなんか、礼遇、塩対応されたりとか、なんかボケーとしとったりとか、なんかちょっと引っ込み思案だったりとか、そういうのが多かったんやけど、向こうからグイグイ来られるとね、やっぱドキッとするよね。ゴー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 。で、9日だからユキからのアルバイト、 AD のアルバイトかの強制イベントがこちらあります。これは断ることはできないんで、これはこのまま、今日と明日か。うん。今日と明日、うん、やります。で、ここで弥生さん、篠塚弥生さんね。遅いのでお迎え。で、こちらの紹介がありますね。うん。弥生さんのルートもね、なんだろう、すごい感慨深いからね、まだ見てない人は見てほしいな。うん。弥生さんからくらいかな。全部見るのちょっとしんどいっていう方は、弥生さんくらいからは、見てほしいなってのがあるな。俺もなんかね、言葉では語り尽くせないね、なんか複雑な思い出があってね、思い出というか思いがあってね、なかなかなんですよ。いやー、でこの後多分どうだろう、また好感度上げながら今月は終わるのかしら。ゴーゴーイケイケゴーゴー。まあちょっとスキップして申し訳ないけど、リナちゃんがメインなんで、雪関係だったらこれ全部フルでやるんで、うん。そこら辺はちょっとご愛嬌ということで。やっぱり何周もしてしまうとね、そういう不具合が起きるわけよ、アドベンチャーゲーム。仕方ないけどね、こういう仕組み、システム上、うん、共通ルートと個人ルートがあるから。で、お、びっくりマーク。この赤はね、なんかすごい重要イベントで、結構こいつをやっていくとそのヒロインにルートが引っ張られる。今日は AD のアルバイトだな。俺はテレビ局に向かった。ということは今日はリナちゃんのステージの仕事だった。うん、森川由紀専属ではないからね。あくまでもこの、テレビの仕事のチームでの一員というか下っ端だから。お、リナちゃんのこっちのシーンは初めてやな。収録中。かわいいよな。結構遅くなったけど、今日の収録も終わった。あとは後片付けをして帰るだけだ。あと少し頑張ろう。おはよう、トウヤくん。お、業界人だからいつ会ってもおはようなんだな。局の中では昼夜を問わず挨拶はおはようだ。その明るく上品な声に振り返ると、そこにはリナちゃんの笑顔があった。ああ、リナちゃん。俺は思わず集めてたコードの束を床に落として立ち上がる。いいのかな、リナちゃんみたいなアイドルが俺なんかにこんなに気軽に話しかけちゃって。お疲れ様。本当に勤労青年なのね、トウヤ君って。そんな、俺なんてただのアルバイトだよ。リナちゃん見たく立派なもんじゃないから。照れさくなって、つい情けない笑みを浮かべてしまう。でも彼女の笑顔はますます優しくなったみたいだ。うん、私の仕事って言ったって、結局はここの人たちみんなに支えられているわけなんだから。トウヤ君たちに、私だけが立派だなんて言えないわよ。
俺の抱いていたイメージとはひどくほど遠い謙虚な言葉。それにそうやって地道にコツコツとやっている人って私好きかな。その時誰かがリーナちゃんを呼んだ。あの病弱そうな背広の男、お？これは大丈夫かな。あの病弱そうな背広の男、彼はどうやら彼女のマネージャーらしい。あ、ごめんなさい、私もう行かなくちゃ。これからもう一つだけお仕事あるの。また今度ゆっくりとお話ししましょうね。それじゃ頑張って。そして彼女は俺に小さく手を振って呼ばれた方にかけていった。大変なんだ、ユキだけじゃなく彼女だって。おお、なるほどね。こうやって日々少しずつ少しずつ行くんだよな。ちょっとした余談だけどさ、エイジ、俺はね確かアキラのパートやからやる必要なかったはずなんよ。あのね、ちょっと余談だけどね、あのこのホワイトルームはアニメあるんですよ。アニメ版のホワイトルームがありまして、それに関してはリナとユキの2人がフィーチャーされた、ものになるんだけど、そこのね、主題歌、親愛っていう主題歌があってね、そこの歌詞がめちゃくちゃ良くって、そのまあ、これの作品終わったらっていうか、あのこのパートが終わったらでいいんで、その親愛っていう水木奈々さんが歌っとる、あの作詞しとる曲だったっけな、があるんだけど、このホワイトアルバムっていうこの作品の特徴をめちゃくちゃよく捉えとって、すっげえいい歌詞なんだよね、うん、ぜひぜひ読んでほしい。多分なんか違法アップロード的なもので上がってはおると思うんだけど、それ聞くのもあれだし、まあ、歌詞読んでもらえるのが一番いいと思う。あれ、リナちゃんがいる。リナちゃん？あ、トウヤくん。おはよう。おはよう。どうか。あ、もう会話も普通にできるからな。あ、芸能が潰れた。なるほどね。どうしよっかな。でも読書少女ってことは文芸とかって必要なんかな。どうなんだろう。どうだろうな。世間話はさすがに違うし、恋愛もちょっとあれかもしれんけどな。どうしようかな。文芸行ってみようか。そうだな、なんとも言えない距離感うんぬんだけど、趣味か文芸だな。何がいいかな。趣味行ってみようか。リナちゃんっていつもおしゃれしてるって感じだよね。そう？ありがとう。結構こだわる方？そうね。自分ではそんなつもりはないし、おしゃれするのに時間をかけているつもりはないんだけれど、でも結構うるさい方みたい。兄さんにはよくうるさがられているわよ。エイジさんに？あ、なんか普通の兄弟。お仕事の方でも割と口出ししたりしちゃう方だから、デザイナーさんたちにも結構うるさがられていそう。怖いわね。はは。なんかプロフェッショナルなセリフ。でも本当、最近のデザイナーさんたちってかなりセンスいい人が多いし、そういう人たちとお仕事する時もあるから、なんだか割とラッキーかもね。そうなんだ。本人がおしゃれで、それで周りにまでそんな人たちがいるんだったら、そりゃファッショナブルじゃない方が変かな。個人的なおしゃれもたまにはしてみたいけれどね。え、いつものはしてない状態？普段着よ。そう、レベルの差ってやつか。なるほどね。本当に世間話が続いていく感じなんだろうな。お、やっぱり、基本的にテレビ局におるから、リナちゃんは。基本的にというかもうほぼテレビ局だね。
リナちゃんがいる。おいっすー。どうだろう、趣味文芸とか行ってみようか。そういえばリナちゃんって学校とかどうしてるの？ちゃんと行く時間とかある？今の段階でユキは半分欠席してる。それよりももっと忙しいリナちゃんはどうなんだろう。これ以上に忙しくなるみたいだったら本当に休学も考えなきゃいけなくなるらしい。でもそれ以上に忙しいはずのリナちゃんはどうなんだろう。学校には行っていないわよ。また嫌にきっぱりと言うな。行ってないって休学状態？まあ高校の最初の頃はそうだったけれど、でも最近は完全に通信教育かな。完全になんて言うほどもやっていないんだけれどね、お勉強は。だから私どこにも学籍置いていないの。学籍がない？休学どころか学校そのものに行ってないなんて。ユキの参考にならないどころか俺の方が同情してしまいそうだ。同情なのかな。ずっと兄さんが家庭教師だったから。ああ、あの人自分だけはちゃんと大学院まで進学しているから。そうなの？あの髪の白い28歳かっこ独身が？意外だ。そうなのよ、ずるいでしょ自分ばっかり。まあずるいとかずるくないとかそんな問題かな。私なんて兄さんの言うこと聞いて毎日お仕事とレッスンだけだって言うのに、仕事に差し支えるって言って私に高校を辞めさせたのよ。大学にも行かせないって決めていたみたいだし。なんかすごいんだね。まあ好きなことやっているんだから辛いなんて思わなかったけれど。偉いんだな。でもエイジさんがそんな強引な人だったなんて考えたこともなかった。ユキも今は仕事と学校で大変かもしれないけれど、だけど私の知らない楽しいこともいっぱい知っているみたいだし、どっちもどっちって感じかな。かもしれないね。その笑顔はリナちゃんに何か囚われた女性みたいに見せていた。何かに囚われた女性みたい。なるほどね。このまま行くのも全然いいんだけど。イベントか。イベントか。どうしようかな。まあこのまま行くしかないよな。これの地道なこれの繰り返しで、本当になんか普通になんかみんなが思い描いとるような女の子と知り合って、コツ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 その好感度を高めてってみたいなことがマジでこのルートはあるから、だからそんなにあれしなきゃあかん、これをしなきゃあかん、これを選んでこうしなきゃあかんっていうか、例えば1個前の、篠塚弥生さんのルートだったら、序盤ちょっと森川ゆきのマネージャーっていうのもあって、ゆきの好感度をちょっとだけ上げなきゃいけないっていうその仕込みが必要で、その仕込みをやりすぎるとリナのルートに引っ張られるし、仕込まなさすぎると弥生さんのルートなくなるしっていう、ちょっと微妙なバランス関係があってね。どうした？あ、雑誌の情報が正しいんだったら来週はリナちゃんの誕生日のはずだ。はあ、なるほどね。お、なるほど。わあすごい。まあ知り合った仲だもんな。誕生日プレゼントが。せっかく思い出したことだし、今日は買い物に行くことにしよう。そんなイベントあるんだ。他の女にはプの字も渡さんかったくせに。さてと。いや、プは渡したか。出てきたはいいけど、何を送ったらいいんだろう。何しろ相手は、あの尾形里奈ちゃんなわけだし。
いろんなファンとかからもプレゼントされてるだろうし、迷うな。何か綺麗なものがいいと思うけど、俺そんなお金持ちってわけでもないし。結局夜まで探してしまった。買ったものはオルゴール。すごいセンスしとるな。重たくね？割と大きめのゼンマイ仕掛けのミュージックボックスだ。意味を、意図を測れなくて重たくね？大丈夫？ちょっと控えめなシャンパンゴールドがなんとなくリーナちゃんに似合ってる感じがした。なるほど。イメージで選んだんか。物がどうこういうよりも。まあ、貴金属よりはマシか。でもまあこんなのは誰からだってもらってるだろうけど、いやオルゴール送るやつはおらんぞ。それでも俺はリナちゃんの誕生日に何か送りたかった。それだけだから俺は結局満足してしまう。独りよがりみたいな気もするけど、だからってプレゼントをしたくなくはならないな。プレゼントなんて基本的に独りよがりなんだからさ。まあそれは別に悪くないと思うよ。じゃあ来週これをリナちゃんに届けよう。だって関係値の薄い人間からのプレゼントって意味わからんやん。それって送る側のさ、それこそ満足を得るためのもんやんか。さて、でこのままリナのルートでグイグイグイっと。リナちゃん、おいっすー。趣味文芸。おお。大学の方も忙しいけど、俺最近家庭教師も始めたんだ。家庭教師一回も行っとらんけどな。面接して終わりなだけで一回も行く気もないけどな。リナちゃんって何か好きなスポーツとかある？野球。阪神ファンとかじゃないやん。意識しないつもりでもうやっぱりこういうミーハーな感じになっちゃうな俺。でもあの尾形リナちゃんが相手なんだ。趣味のこととか聞いてみたくもなるよ。好きなの？見て、それとも自分でやって。おう、まあどっちでも。そうね、なんて考えることなんてないのよね。とか言ってるとリナちゃんは後ろから誰かに声をかけられた。あのリナちゃんのマネージャーだ。はい、今行くわね、これだから。じゃあ私行くわね。ああ、うん。リナちゃんは素早い足取りで向こうの方に行ってしまう。なるほどな。あれじゃあスポーツをやるどころか観戦する余裕だってなさそうだ。ちょっとかわいそうかな。なんかちょっと壁を感じるよね。周りの人間と尾形リナという存在が。家庭教師行かねえよ。ここで彼女じゃなく別の女のとこ行くってやばいよな。それがこのホワイトアルバムだからな。リナちゃんの好感度をひたすら上げ続けるよ私は。あ、趣味消えた。じゃあ次文芸行こうかな。大学の方も忙しいけど、俺最近家庭教師も始めたんだ。それもアルバイトなの？そうだけど。驚いてる。東也くんってすごいのね。喫茶店とテレビ局とそれに家庭教師でしょ。まあでもそんなでもないよ。特にマナちゃんのところのバイトは週一だし、サボり自由だし、一回も行ってないけどね。それがまあこの共通ルートで、あれこれやっとる、辻褄合わせというか。それにちょっとでも多くアルバイトしてないと自分の生活だってあるしね。あの尾形リナちゃんに向かってなんというか初対じみた話。本当に熱心に生活しているのね、東也くんって。そうかな、割と普通だよ。かもしれないけれど、私って。ああそうか、リナちゃんって別にそんな俺みたくいろんなことをしなくたって生きていけるレベルの生活持ってるんだよな。本当に世界そのものが違うって感じだよね。私ってこれしかなかったから。え？ひょっとしたら
別のいろんな世界だってあったのかな、なんて。なんて、結局、今のお仕事しかできないし、辞められないんだけれどね。そうか。そういう世界だってあるんだよな。俺にとってのもしもの世界に生まれついちゃった彼女にしてみれば、俺みたいな生活がもしもなんだ。俺みたいに学生で、下っ端テレビマンで、ウェイターで、そして先生で、なんて。ごめんなさい。ちょっと電話しなきゃいけないところがあるの。それじゃ、また今度ね。ああ、うん。みなちゃんの前に、で、りなちゃんの前に行って、広くて綺麗なんだけど一本の道しかないんだな。いやいや、アイドルなんて広くて綺麗な道なわけないやん。一般人の感覚。さあどうしよう。あ、またや、イベントだ。おいっすー、順調やね。今日はトーク番組の収録アシスタントだった。仕事を終えて自販機コーナーに向かう。ちょっと一休みしたら帰ろう。するとそこにコーヒーの紙コップを手にしたりなちゃんがいた。あら。あら。あら。トーヤくん、今日もここでお仕事していたのね。全然気づかなかったわ。うん。今日はほとんど機材室とスタジオを往復してたから。お疲れ様。相変わらず真面目なのね、トーヤくんって。そしてポケットからコインを取り出し自販機に投入する。トーヤくん、ホットコーヒーでいい？え、俺に？お砂糖とミルクは？ああ、いいよ、そんな俺になんて。俺は慌てて手を振る。ノアール。ブラックで飲むんだ。かっこいい。いや、そういう意味じゃなくて、砂糖とミルクを遠慮するってんじゃなくて。だけど、リナちゃんはすでに自販機のボタンを押してしまっていた。コトン。あの、紙コップのやつやね。あの、今このご時世、もはやあの、高速のパーキングとかしかないようなあれ。会社の食堂とか。紙コップの落ちる音がして、そこからコーヒーの甘い香りが漂ってくる。ありがとう。俺なんかにこんな、でもいいの？こんなことしちゃっても。いいから、私からのご褒美と思って、おとなしく受け取りなさい。ふざけて言ってるんだろうけど、なんて似合うセリフなんだろう。ふと彼女は腕時計をちらっと見て、ちょっとだけお話ししてもいい？お？向こうから来るんか。いいよ。ああ、うん。彼女の方が忙しい体のはずなのに。よかった、座って。促されて俺は彼女と長い椅子に腰をかける。お、すげえ。ちゃんと CG がある。専用のカップコーヒー1杯110円だって。今日はお仕事の方もういいの？俺はなんとなく気遣わしげに答える。ええ、今日はもうおしまい。あとはお家に帰るだけよ。ご苦労様だね。毎日こんな調子で大変じゃない？あら、心配してくれるの？それとも社交辞令？からかうように彼女は俺の顔を覗き込む。いや、そういうんじゃなくて、ただ本当に俺はどう続ければいいのか分からず困って笑う。そんな俺を彼女は軽く笑いながらじっと見つめてたけど、不意に目をそらして、優しいのね。そうつぶやいた。かなり感情こもっとった。ユキが選んだのもなんとなく分かるわね。ほとんど聞き取れない小さなつぶやきだった。俺はどういう反応を取ればいいのかわからないまま、彼女の目線の先のありもしない何かを探して視線を泳がせた。と、不意に彼女の目線が再び俺に向く。
それとも誰にでもこんな風に優しいの？意地悪そうな口調に反して俺を見つめる彼女の顔はとてもとても優しかった。優しい？そう。その時彼女の腕時計のアラームが生真面目で融通の効かなそうな電子音を響かせた。もう行かないと。ごめんなさい、引き止めちゃって。本当のこと言うと、いろいろ聞いてもらいたい話とかあったの。ごめんなさい、また今度でいいわ。ほう。今度はこんなのじゃなくて、もっとちゃんとしたレストランでね。美味しくないもの、こんなコーヒー。笑ってリナちゃんは空の紙コップを軽く、だけど完全に握りつぶした。なんとなく把握力があった。ちゃんとした美味しい水出しコーヒー、ごちそうさせてくれるわよね。そうだ、電話番号とか聞いてもいい？お？え？リナちゃんが俺の連絡先を？もちろんいいけど、でもどうして？ちょっと二人で話したいことがあって、もし嫌だったらそれでもいいけれど。ほほ、向こうからアプローチが来るかい。嫌なんてことはないけど、絶対。ありがとう。半分感激しながら、でも半分は迫力に押される形で俺は住所と電話番号を彼女に教えた。リナちゃんはふーんって感じに俺の住所を眺める。じゃあ今度電話するかもしれないから出てね。うん。本当なら私の方からも教えたいんだけれど、いろいろとややこしくなる時があるからちょっとね。それこそまだこの時代は携帯電話がない時代だからね。あるにはあるんだけど、本当に一部の大人が持っとったりとか、あのスーパー電話代高いみたいなことがあって、こういう子供たちが気軽に持つってことがないような時代が舞台だから、家電なんだよな。そういうものだってことはよくわかってるけど、ほら特に私の家って兄さんが結構うるさいから。あの若い天才は妹に対してはこううるさい兄貴なのか。なんか笑える。何笑っているの？ああいや、なんでもないよ。リナちゃんは首をかしげたけど、じゃあまた今度ねと軽く手を振り、薄暗い廊下の向こうへかけていった。あ、話したいことってどんなことなのか聞くの忘れた。今の間に話せないことだったのかな。まあ彼女の方から話してくれるかもしれないし、あまり慣れ慣れしくなってしまうってのもかっこ悪い。あまり深くは考えないで今日は帰ろう。ほう、なるほどね。一旦まあちょっと区切りはいいんで、ここで終わらせとこうかな。まあでもこれに関してはなんて言うんだろうな。まさかリナちゃんからグイグイ来るとは思わなかったけど、まあこれに関してはちょっとあれなんだよな。なんとなく分かってくるよね。すごい分かりやすいよね。うん、それまでの裏打ちというかさ、うん、その背景の裏打ちがちゃんとあったから結構分かりやすくはあるよね。表面上は実際どうかは分からんけどね。やっぱりこの高校も入ってすぐに辞めるような感じになったし、でテレビ局ってのはやっぱり世代が全然違ったりとか、性別も全然違ったりとか、そういうのがいっぱいある中で、うん、同い年のしかも男の子、まあ同い年男の子うんぬんというよりは同い年の仲いい子っていうのが全然おらん中で、これだけ気さくに話しかけてくれる、さっきも言ったのか壁があるっていう感じ、ちょっとあれがなんかすごいひしひしと感じてきたりとか、やっぱりその思春期っていう子供のね、あの中高生の一番大事な時期にそんな同級生との関係がなかったから、結構そういうのが新鮮で、うん。で、やっぱ大人にね、マネージャーとか兄さんとかにはさ、相談事もできないことだってあるじゃない？うん。ね、ユキにもあるけど、ユキにも相談するの友達って言っとったからさ、ユキと話すってのも一つかもしれんけど、けどやっぱりさ、ね、内容が内容だったら話しにくいってこともあるだろうしさ、そういうなんかちょっとした背景が見え隠れしとるよね。実際どうかは知らんよ。はい、そんな感じで、一旦ここで終わっとこうかなと思いますんで、また次回ということでよろしくお願いします。ではお疲れちゃん。